ということで、やってきましたよ。やとめまでやってきましたね、ということでございます。で、まあ、ここからはもう JR で行きましょうかね。次は豊明行きになるんや、普通の。これもまた、マニアックな。で、このまま乗り換えで、乗り換えじゃなくても、これ、タッチは引っとかなあかんのや。改札を出る場合でも、JR に乗り換える場合でも、これ一回タッチを引っとかんとあかんみたいですね。これでいいみたいです。で、渡ったら、JR の弥富駅と。まあ、わからんでもあっても、JR の弥富駅ですけどね。雲がすごいですね。見えるかな。すごい雲がいいと思ってます。いやで、そう、本当は近鉄の弥富まで歩こうかなとも思ったんですけども、時間の時間なんでね、今もう20時39分、もう9時前ですから、さすがにちょっと今から歩いても何もないですしね、仕方ないやろということで、とりあえず今日はおとなしく JR で帰ろうと思います。ちなみに弥富駅の名所、あ、名所案内あるな。何になってる、金魚養殖地行けない、うん、付近ってありますね。海南子供の国ちょっと遠いな。4キロ前行けんことに、だいぶ服部家住宅5キロ徒歩30分行けんことはないけど、まあまあ遠いな、まあまあ遠いな。ああ、でもやれんことはない距離ですね。なるほど。で、なんやったら今度近鉄の弥富駅の方に行ってみて、近鉄の弥富駅の方が簡単そうやったら、そのまま近鉄弥富駅の企画にしてしまって、あれやったらもうこのまま JR のここの部分をね、ビシッと切り取って、もうこの JR の弥富駅から始めましたよっていう提案にしてしまえばいいわけですからね。なんて便利なんでしょう、編集ね。でこの駅はあれですね、バリアフリーの場の字もないんで、一応でこっちの名鉄の方とか奥の方に乗ろうと思うとちょっと大変ですね。でなぜかあれなんですね、ここの自販出機は TKJ とか東海交通事業の自販機になってるんですけど、これ城西線でしたっけ、あっちの勝川の方走ってるね。次に1番線から発車します列車は、あれの事業者がやってるんですね。普通列車亀山行きです。次ですね。そしてこっちのホームじゃないな。この列車は4両編成です。この列車は各駅に停車します。そうですね、ここに書いてありますね。弥富駅ではトイカ、マナカなどの交通キャッシュカードで、名鉄線を利用する全てのお客様は IC 乗り換え改札機にタッチが必要です。だからこの駅で降りる場合でも改札にタッチしてからピッてしないといけないよっていうことですね。これ桑名とかあっちとちょっと大きく違うところですんで、ここは気をつけた方がいいですよね。あ、そろそろ来るかな。まもなく一番線に普通列車亀山行きが到着します。黄色い点字ブロックの内側までお下がりください。この列車は上さてと、あなた戻ってきましたよ、桑名駅ってことでね。あれなんですね、これ名古屋から亀山に向かってく普通列車なんですけど、快速名対比するために
1番線でも2番線でもなく、この1番線のところのやつをねずっと走っていくはずやのに、わざわざこっちまで待機するんですね。それも面白いですね。さあってことでね、まあ今回は無事ね、まあいろいろと迷いながらもね、無事ね三河一宮から尾張一宮にも行きましたし、でね、まあいいですよね、たまにはこういうのもありですよね。まあね、ぶっちゃけたことを言っとくと、所要時間で言ったら名古屋からね、特急で名古屋に抜けて、で名古屋から、そのまま特急なり快速名なりね、近鉄急行なり使って、桑名に来た方が全然早いです。20分か30分ぐらい早いはずなんですけど、まあまあまあたまにはこういうような、ね、移動手段してもいいじゃないですか。ね、値段はどうなのかな。あそこは500円でしたでしょ。大事なのは今500円で300円なんですよ。向こう300円。これ200円マージンなんで、これ降りた価格が、差額が200円以上あったら雇み名古屋間でね、これは全然こっちワンチャンありなんですよね。でこんな感じでね、快速組はこっちに入ってきますよと。あとはこれで行くだけですよね。で降りて、おうおお、で乗り換えでピッとしたら、これ200円か、200円なんや。やとしたら名古屋まではいくら、350円ですから、150円差ですから、うん、どう考えてもやっぱり名古屋から行った方がいいですね、うん、これ770円ってなってるんで、500円 に、200円やったら直接乗ってくと、あれワンチャン、あっちのルートでもの方が安いんちゃうのって感じがするかもしれませんけど、今大事なのはこれ350円でしょ。で名古屋から一宮は300円なんですよ。ですから650円できるんですよね。名古屋で途中下車すれば120円も変わるんや、ね、大きいですよね。そうするとこっちで行った方が安いよねっていう、ぐだぐだなかなか普通にこの運転表だけを見てると、気づきにくいところなんですけど、そういうね、裏技も潜んでますんでね、まあこれ名古屋駅が起点になって、そういった料金出してになって、だからこれ一つ先の小道橋になって急に510円上がったでしょね、っていうことなんです。この辺りとかはね、うまいこと使うとまだね、お得に列車も乗れますからね、どんどんそういう風に使っていっていただいたらいいんじゃないかなと思います。ちなみにお得な切符とかね、こんな感じでいろいろと、あれ切符もこれ買えるの？あ、特段に回数券とかも買えるんだここで。へえ、便利ですね。アイカンとかにも見やすく出てるんですね。よいしょ、すいません、見るだけで冷やかして申し訳ないですけど、こういうのを買いますよということでね、まあお得に使う方法結構参考になったんやないかなと思いますのでね、よかったらまたね、チャンネル登録とかね、なんかいろいろとねコメントとかねいただければ幸いでございますということでね、まあ、こんなところにダイニングの店も出来上がってますね。いいですね。ということで、とりあえず今回はね、もう桑名に車が止めてありますんで、このまま終わらせていただきたいと思いますよ。ご視聴ありがとうございました。